今日もう一人いるから、ね、今日影武者がいっぱいいるんで、そうそう、それもう分身の術で分かんない、分かんない In the house, in the house, in the house。 あの大きい声で言うのが恥ずかしい。よろしくお願いいたします。見られてるからね。おはようございます。おはようございます。あの本日、デスマ祭ですね、はい、11月の26日なんですけども、はい、あの珍しくね、僕たちが、まあ、お手伝いということで、はい、バーツレッドさんの撮影をお手伝いさせていただきながら、はい、ちょっと上も手伝って、はい、遊んで帰るっていう一日になりますけれども、見て、はい、このまだね、開会式前ですよ、開会式前、はい、珍しくで、ね、ホテルに泊まって早起きしたんで超眠いっていう。ただ今日一日どんな編集になるか分かりませんけども、まあ、面白い動画作っていくんで、はい、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。おはようございます。朝一でね、銃当たったって玉買いに行ったんですけど玉買いに行ったんですけど玉買いに行ったら銃がもう当たるっていう状態ですね。早いな、朝一ですね。ザ山形お土産です。ありがとうございます、はい、今山形ちゃんからね、いただきました、はい、山形の美味しいお菓子です。イエーイ、ありがとうございます。金賞です。食べてください。ありがとうございます。はい、 OK です。やっぱ中身が違ってるんですね。あっちはカスタムだから、そうそうそう、こっち箱出し、そうそうそう、これ箱出し、そういうことですよ、カスタムです。嬉しそうだけど、なんで気にするの、音をいちいち嫌ですね、ね、この人ね、ね、当たりました、当たりました。今日来てよかった、ありがとう。まだまだね、開会式始まってないんですよ。一回返しますか。始まってないのよ。楽しく交流ゲームをしようという企画ですね。聞いてます？聞いてます。はい、もちろんですよ。はい、私がこの辺久しぶりなんでね、緊張してみたら、緊張してます。はい、ありがとうございます。素敵な感じ。楽しいですね、楽しいですね。ピタ通ります、ピタ通ります。やられたぜ。通ります。やられちゃったぜ。いなくない？はい、終了です。ということですね、今日はディスマイベントということでね、皆さんね、なんと60人の若者が集まってます。若者が
若者が集まってますね。はい、デスマシーンオンリーゲームということでね、みんなマーク1からマーク3まで持ってこうやるわけですよ、こうやってちゃちゃっと、はい、今日は楽しんでね、いくよ、ちゃちゃっとやっちゃいましょう、ちゃちゃっとやっちゃいましょう。I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in and call a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. We all got dreams. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe? We can do anything. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?吉田さんだ。頭が気になっちゃった。吉田さんやってる。勝ち逃げしました。隠れて勝ち逃げしました。まあ吉田さん倒したんで、ある意味勝ちですよ。そうですね。もうごめん吉田さん。美味しいとこ取っちゃった。この曲線だったら全部あったんですよ。なんかどういうの？左です。黄色左です。
はい、左でーす。左でーす。はい、インザハウス、インザハウス、インザハウス、よしおみろよろしくお願いいたします。デスマシン祭り、デスマン祭りに来てるんですけれども、はい、雨降ってきちゃったんだけど、はい、昼休み中に店舗をね、はい、ちょっと撮影させていただこうと思うんで、はい、これで1本動画撮らせていただきますんでよろしくお願いいたしま す, します。じゃあまず1発目はどんどんいきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、それでは1発目ですね、はい、黒沼工業さんです。おはようございます。もうね、黒沼工業さんというと、もうレザーで有名ですよね。はい、今、ここにもホルスターとかありますけども、うん、雨だから閉まっちゃったんだけどサファリランドとイーストエイしか残ってないけど、ね、でもね、爆裂祭とかでも、そういうイベントとかもね、いろいろと出展されてますもんね。はい、はい、で、よく俺があれだったのが、パッチも実は何回か購入させてもらってて、はい、もうこういうスワット系とか、はい、変なものが多いです、はい普通のお店じゃ使わないものを、はいはい、できるだけですね。こんなのもありますからね。すごい、はい、それは売り物じゃないでしょ。違いますよ。いやいやよく聞かれるんで、これ裏返すと値段書いてあるんで。本当だ、100万になってる。よ、パパさん男。いや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 、マジで、マジで、マジで。いいよ、これ100万で買ってくれるんだったら何百個も作る。もうバチバチ冷蔵庫食いますから。もうね、車のスペックは売ってるよ。うん、あ、これは、これは、うん、はい、うん、うちの黒のワンズ、はい、はい、これ車に貼るとあの煽り運転減るんで。そうそう。おかげで煽られなくなったよ。これその代わり本物からやられちゃう。まあそんな感じでございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ネロスさんといえばもう。おすすめ商品といえば今回何でしょう。今回のおすすめで言うと、はい、イエイターですかね。やっぱこちらですかね。はい、はい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 、うちの方でも店舗でも、大事に取り扱っている商品になります。はいはい、イエイターです。トボさん今日なんか3つ買うらしいじゃん。え、買わんすわ。マジで？すげえ。ちょい大人買い。ゲイターズ大人買いでしょ。マジか。いや、あのその時は本当に、ま、真面目にあのスペクター買いに来るからそっか、ババさん気軽にゲイター買えるんだね。それはうちのオリジナル商品っていうよりは1個1000円で販売してますよ。そういうことなんです。はい、すごい、トムキャットあんじゃん。ございます。あ、え、V バーまで、はい、これ、この辺あれだ、あの トップガン見てる人はちょっと、はいはい、うん、ほら、ピート・ミッチェル・マイケル、あ、マーベル1000円だよ。そうですね、いいね、いいね、ちょっと今、後で来いかな。1,2,3,4,5,7,000 円です。やめろ。7,000 円です。7,000 円嘘、もう7,000 円払うの早いね。普段ってさ、ゼロスさんとあれだよね。ガンスキン。そうですね、ガンスキンの方もやってます。はい、商品がちょっと今回デスマサイのデスマシーンじゃない。この間のキャットの時にあれなんですけど、はいはいはい、こういう感じで。あ、そうそう、綺麗に。へえ。これもかな。ハウジングとかこんな感じで。はい、ラッピングできます。まあ、ラッピングなのでまた剥がして使えるのが。多分多分多分この系統のやつだよね。うん、うん、そう。無理して。うん。あ、十分綺麗にあれだね、いけるんだね、うんうんうん、お結構この柄も20種類ぐらいあるので。え、すげえ。はい、まあご自身の服装とか装備に合わせてお使いいただく、うん、自分でカットして貼るんですか。自分でカットして貼ることもできますし、うちがあのその施工の方まで資格取ってるインストラーになるので、うん、はい、るお預かりして施工することもできます。だいたいお預けして施工終わりまでどんくらいなんですか。だいたい1ヶ月半くらい今だと。他の作業もあるのでちょっと1ヶ月半くらいお時間いただいております、はい、じゃあみんなどんどんあのスキンやってみましょう。いいね、うん、やりましょう。お店が千葉の成田にあります。あ、成田ですね、はい、ここから車で15分くらいの場所にございます。わかりました。はい、はい、こっち取って、俺じゃなくて。お願いします。千葉の成田で今、はい、今予想がね、うん、ガンスキンどんどんやろうって言いましたよね、うんうん、多分一番やらない人です。やる人です。一番やらない人です よ, よくやる。ちょっとあの次行こう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次行きますよ。はい、おしゃるさん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いつものおなじみ星野ひらくとです。もうあのなんか僕朝来た時にパッチなくなっちゃったんですよ、はい、ある噂の。え、噂のパッチがもう売り切れたんですよ。そうですね、はい、何ですか。これのパッチがあっ
たんですよ、はい、うん、今月限定のやつだ、うん、はい、え、もうないってどういうことなんですか。もう朝来たらもうなかったです。瞬殺です。瞬殺です。マジか。え、だってそんなに決して気軽に買うというか、そんでね、はい、ねえねえ、うん、そこそこのお値段がつけてもらいました。嘘でしょ。え、あれ嘘。あ、つけてる。ちょっと早くない、何、ね、え、嘘。なんで嘘。背中だから剥がしても分かんないけど。やめろやめろやめろ。ゲーム中に剥がせばいいんだ。剥がせ剥がせ。でも本当いつもさえマジ綺麗なんですよ。うん、確かにね。これね、そう。これって番組の。あ、そうそうですね。イラスト。ちょっと緩いですかね。そうそうですよね。どうぞ。よく見る絵ですよね。うん、だからね。はい。あ、いいんだ。あ、すげえこれ。デリーフデリ。そう、それなんかちょっと立体的な。うん、すごいねこれね。これで大丈夫。うん、なるほど。なるほどでございます。はい、はい、早いね。あ、いい、すごい綺麗。あ、超綺麗。あ、超綺麗。紙じゃないの、ね、うん。折りたたみ、こうやって折りたたみが、はいはいはい、ので持ち運びも便利です。よかったら触ってみてください。スウェード製です。ああ、スウェード機。はい。これが似合う家に住みたい。似合う家に。ね、そんな星野さんのブースでした、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。次はですね、こちらです。はい、ライズレザーワークスさんでございます。はい、本日はですね、山梨からですね、来ていただいております。はい、お世話になります。お世話になります。お世話になります。すごいね、もうレザーが綺麗でございます、うん、はい、手染めです。手染めですよ、ね、はい、手染め手縫いでやっております。すげえ、すごいですね。すげえ。あれ、風の噂に聞いたんですけど、はい、馬場さんがもし今あれでしょ、いいの、これ言ってもいいでしょ。この男はさ、ね、どうしたの。僕がずっと欲しがってた、はいはい、スマホのやつを頼んでるらしいんですよ、いつの間にか。お、うん、どんなやつなんですか。なんか、今ないですよね、さすがに。そうです、これちょっと違うタイプではあるんですけど、こんな感じのやつ。ああいう感じ。まさしくあれでございます。ほぼあれでございます。オーダーってこと？もう今はラインナップにから外れてるんで、うん、オーダーさせてもらいました。はい、応用がこういう形になって、オーダーではもうその専用の形になってるんで、もう片手で出せて、片手でしまえて。いろいろ出て。おいくら万円ですか？値段言っちゃっていいのかな？言わなくていいんじゃないですか？言わなくていいんですか？リアルで。そう、オーダーやっぱちょっと仕様で細かく買ってくるので、うんうん、あ、なるほどね、はい、なるほど。みんなお問い合わせいただいてっていう形に。要はこの自分のね、携帯の厚さとか大きさとか、うん、まあ、こういうの全部、ライズさんの方に、お話しして、そう、はい、それで、まあ、つけてるカバーによって当然このね、寸法変わってくるんで、はい、なるほど。そうするとカバーの状態、つけた状態の大きさを測って厚さと教えていただければ、うん、まあ、ぴったりのが。あとは、うん、今こう撮影させていただいてるんで、うん、ちょっと載せてください、値段を。ネタを載せてもらいましょう、馬場さんのやつ。そうですね、うん、まあ、すでにもう、いや、逆にもうお支払い済みでございます。早いな。でさらにですね、ちょっと注目されてるのが、この間ボスさんたちも動画で来てましたけど、うん、なんて言ったらいいんだろう、このパーカーなんですけど、うん、生地がそう、ダンボールニットっていうちょっと変わった生地なんですよ。ダンボール、はい、家庭ちゃうとダンボールのような構造で、こう中にこう空気が、の間に空気がこう流れるようにできて、保温性が高い上に軽いっていう利点があります。そうなんです。今年流行ってて、結構な有名スポーツメーカーさんなんかこぞって出してる、素材でございます。そんなに高くないし、そう、うん、そうなんですよ。で、人気で、うん、次の出来上がるのがもう来年の話になっちゃってます。次の入稿予定は来年1月後半になっちゃってます、はいはいはい、SMXL 展開なんですか。これちょっと大きいアメリカンサイズになってます。なんでちょっといつもよりは XL でも大きめになってしまうかなっていう。おこれが一番マックスの大きさです。ちょっと見せてもらってもいいですか。いいですよ。今日あ、違う、大きさを、うん、世の中の、うん、僕体験の人に、それ X がどのくらいのサイズなのかっていうのを、これもう大丈夫ですよ。ナンバー上げちゃってもいいんだよ。なぜかっつうと、これ
これババさんの。そうです。ババさんの。ババさんのだ。わあ、はい、ちょっと着てみ、吉尾さん。あ、でもそっか、今プレキュア着て、うん、いやでも逆にプレキュアの日から着れてるんだったら着れるってことですよね。逆に言っちゃうと、ね、そうでもあの主観で言わせてもらうと、ちょっと多分無理です。無理って言われた。無理って言われた。プレキュアについてたら無理。いや、まあ一応手は羽織ってね。ジッパーもすごい、あの手だけ入れてみていい、手入れていい、手で手入れていい、いいよ。あ、軽っ、おお、肌触りいいですね。いいですね、うん、あ、これいいわ。でしょでしょ。実は、実はその俺が最初そのスマホのホルダーを探す、あ、見つけるじゃない、注文する前に最初こっちが気になってたんです、うん、でもその時はもうやっぱりこの生地が手に入らなかったみたいでなかったんです。それがたまたま、はい、運よく今日ねって感じです。これ多分、はい、サバゲー関係なくみんなも欲しいですよ。すごいよ、うん、超軽いよ、うん、これあのデザインもすごい可愛くて、首のとこがこう立ち上がりになってるので、はい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 、あ、サンじゃないんだ。そうそうなんですよね、うん、あ、きれいなの。これもうないんですか。これも S サイズですか。 S が入らんだろ。顔しょぼん。ですね、面目ね。俺がラス1だ。あ、なこちらの小田さんに購入いただいて、あと残り S が2個。とてもじゃないけど切れないです。ここにあるゴミ、はい、そうなんです。次の入荷は1月末ですね。でこれはこっちですね、はい、この今本当まさにこの天候にぴったりで、この撥水を見てください、はい、もうちょっとやればパッと落ちるぐらいの完全撥水のジャケットになっております。ここに、あ、でもほら吉田さん、ほら XL、はい、お、あるじゃん XL、はい、でも違うやつですかね。ただこれ、あ、これでしょ。言ってそれだから言ってるじゃん。なんか急に軽いなと思って。これですよ。あのよくお店でこれ買おうと思って間違えてこっち買って帰っちゃう。大丈夫、俺も実はこの段ボール生地、あ、色違いあるんだと思って、さっきあの、うん、間違ったから俺も。いや違う違う違う。俺いつも今黒なの、黒がいいよ。デザインも一緒です。そうそうそう。色違いってなって。てか個人的にこの RLW のやっぱりあのこのロゴを好きなんですよ。ありがとうございます。一番シンプルで。はい、そうなんですね。はい。一応あのまだちょっと iPhone 変わってないんですけど、新しい iPhone になったら僕もあのお願いします。あの、あ、ぜひよろしくお願いします。はい、ご連絡ください。あの、そう思ったほど高くないです。あの、お求めやすい価格でフルオーダーができます。あ、そう、そうですね、あの、うん、オーダーとしたら敷居はちょっと低めかもしれないですね。です、はいはい、なのであの見積もりは無料なので、あの、お気軽に本当 DM なんかからでも受け付けられますので、うん、お願いいたします。大体制作期間って大体、2ヶ月前後ですね、うん、ということですね、はい、わ、はい、かりました。で、はい、他にもね、こういうちょっとダンプポーチなんかもあるんでね。そうですね、フィーピダイヤボスなんかも使ってる。そうです、そうです、はい、みんな今日ね、腰につけてるんですね、はい、ですちょっと大きめなんですね。あ、ウピウピも、はい、今もうゲリラリラ軍団になっちゃったけど、そうそう、ミサノちゃんとかなっちゃんとかもですね、あの、チョメさんとかも使ってくれてる、うんうん、ものにやっぱり今日はユーザーさんも結構ね、つけられてる、ね、ちょっとあのここを離れられなくなってきました、ね、気になる商品いっぱいあるでしょ。そうそう、気になる。これ、あの、なんか絞れて通常のダンクポスト同じように使えます、うん、なので、であのデニムはエドウィン製のデニム使ってすごい丈夫で高級感ある。あの、3枚重なってるので、うん、かなりタフになってます、うん、これあれでしょ、あの、こういう感じ、みんなつけてるやつでしょ、うん、みんなつけてるやつですよ、ね、これみんなつけてるやつでしょ、はい、これこうですでしょ、みんなつけてるやつですよね、うん、いいわ、うん、これも、いや、一緒にあのスマホポーチ頼むときに一緒に買おうから、うん、これもあの色とかあの指定で作れますので、うん、あのオーストリッチ側とかシャークスキンとかでも作ってきたんですけど、もうちょっと売れてしまって、早い、早い、これダメなんだよ、うん、うん、やっぱり早くこれダメよ。誰よりも早くいたのにさ、会場前、うん、会場前からいるのにさ、ふざけやがって別にふざけてはいないけどね。え、そんな、まあ、ライズレザーワークスさんでした。離れらんな、はい、これは、はい、あ、これあのちょっとしたポーチなんですけど、あ、ほら
これあの三角コインケースみたいなのを普段は作ってくるんですけど、今回間に合わなくて、ちょっとこれはちょっと可愛いシリーズ。えマスクもあるんですか。あ、これ違います。びっくりした、マスクもレザーかと思った。うちのメインといったらこれですね。そう、なんだっけ、グリップ M1911 用のガバメント用のグリップなんですけど、レザーグリップなんですけど、今あのすげえな、アメリカでめちゃ売れてます。実用として売れてます。これこういうのだとフルカラーで立体的にちょっと叩いてなっていて、こういう桜とかやっぱアメリカとかだとすごい人気ですね。すげえ。でも和柄がメインになってくるんですよ、ね。そう、ちょっと変わり種だと、こういうあの浴衣生地で。あーすげえ。あ、超可愛いかもしれない。これあとこの辺は着物の西陣織とかの生地を使ってて、これなんかあの仲人さん用に、仲人さんがこう持つガバメントで使っていただけるとすごくいいかなと。あ、綺麗。ガスは。こんな感じになります、ね。はい、そんな感じ。中本さんとしたらみんなガバン持つもんじゃないですか。なので中本さんにぴったりの。みんなナインティーレブン持って歩いてるじゃん。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとな。はい。ちょっとあのもらっとったら。いや。もらっとった。ここにいる。ちょっと今なんか忙しいです。全然忙しい。全然。朝からもう銃が2つも当たっちゃったんですね。大丈夫です。絡みにくいの。今日はなんかそういう気温の日なんだ。今日僕もあの T シャツ買いましたよ。ありがとうございます。これですね。そう、はい、もう来たらスタッフで。そうです。給与もらえるんですかね。あの無償。はい。あ、持ってる。バックレス祭とかで着てきちゃうと、うん、もうこっち側に、あ、自動的に入っちゃう。こっち側にあります。気をつけない。はい。まあ、これあのだってスタッフ T シャツだよ。そう。3年ぐらいかけてスタッフを増やそう。うん、T シャツ出るとか。そうね、面接ないんですね。ない。たった人が自動的にスタッフになるんです。ない。そうです。なんか登録制のスタッフみたいな。そうです。バックレスさん行くと、GG のスタッフばっかりだよね、みたいな。どう、あの GRG をあの紹介しに来たのにどういうコメントをしたらいいか分かんないの。ありがとうございます。やっぱね、あのボスさんどっちかと晴れ男なんで。あ、ボスギリラ今歩いていますので。これは、はい、はい、ボスいますね。あ、本当だ、はい、今日影武者いっぱいいるんで、今日今日どっちのボス、あ、ヤマトちゃんだよ。そう、今日もう一人いるかな、はい、今日影武者がいっぱいいるんで。そう、それもう分身の術で分かんないラストはですね、バスエッツさんにお邪魔させていただいて、よっみんな見てっか、見てっか、チョメさん見てるか、チョメさん見てっか、ここにいるよ。もうさ、動画の出来がもう話が早い、ここはもう。そうできてるのかな。もうあの、はい、すごく紹介したものがいっぱいあるんで、今日のおすすめはどれですか。今日のおすすめはね、なんだろうね。あれはもう、あ、そうか、あれは今日デスマシンじゃないんだ。スマートハイダー、スマートハイダー新製品じゃない。あ、ちゃびちゃびちゃですけど。M4 のスマートハイダー、AK のスマートハイダー、これ AK、これ M4、こっち M4 ですね。ごめんなさい、濡れちゃってんじゃん。いろんな本がびちょびちょになってます。そうなんです。M4 用、はい、その M4 ハイダー、あと AK が2種類あります。スマートで、はい、大好評でございます。大好評です。おかげさまで、ありがとうございます。ありがとうございます。見たことない。これは実は今日の富士の景品です。パープル、はい、まあ、これで5名の選ばれた皆さんにプレゼントということ で、こういう方が面白いでしょ、うん、これは販売されない色ってこと。これは販売しません。販売しないですか。ぜひ使ってください皆さん。最高だぜこれ。買えよこれ。チョメさん見てきた。販売しないで。チョメさんってか、チョメさんいるって。俺ここにいるだろ。横に俺は見えないのか。チョメさんと見えますよ。
大丈夫です。あとはね、今日はディスマイベントということで、ね、はい、あの皆さん、あの次のディスマの、はい、なんかね、あの候補をね、はい、アンケートとかやってるんですけど、実はね、自分もね、これ作ってきたんです。おお、これですね。これは自分が次に作りたいディスマのこの形。ちっちゃい。ちっちゃいでしょ。こういう感じのを作りたいなと思ってますね、はいはいはい、やっぱ小さいのが欲しいので、はい、まあ、これはあくまでも自分の提案なので、はい、まあ、採用されるのは分かんないですけど、まあ、こんぐらいのがいいかなみたいな、こういう感じバズーカ打ち方インドアの打ち方インドアの打ち方やべ楽しすぎるあとはね、これはね、おすみマシーンではありません。ラブマシーンですよ、ボス。あ、おすみ、ラブマシーンです。おすみさんのやつじゃなくて、3.0 をね、ちょっとね、カスタマイズしました。見て、ここちょっと9ミリ仕様にしたり。うん、あとはね、これ大好評のね、そうですね、大好評のゾックパッドがこちらですね、はい、これね、大人気なんです大人気、はい、はいはい、今後これ、押していきたいと思います、はい、はい、ぜひぜひありがとうございます、はい、じゃあ最後、最後見てねチョメさん見てっか俺ここにいるだろいましたどうやらいたようです、はい、あなたのデスマシンを見せてくださいコーナーでございます、はい、すごいねこれ何レーザーサイトでこれはもう本当にわかんないいいぜこれ本当に普通に何も加工なくてで、実は言うと、これも2つあれそう、うん、さっき買ったんですよ俺のデスマシンステッカーそうですねいや、デスマシンをここまで紹介してくるともう喋ることなくなってデスハムスターですデス